はい、えー、どうも、吉谷さん。まあ、買わない人ほど質問するっていうのは、いろんな場面で使えるなと思ってるんですよ。行動しない人ほど質問するみたいなね。もちろん、いろんなことをね、聞いてくださって、それで行動につなげるっていう例も、少なくはあるんですけども、存在します。ただ、めったにないですよね。つまり、いろんなことを質問することが、あの、いろんな自分のインプットになってですね、力になってるっていう風に勘違いしちゃうんですけども、違うんですよ。 最大のインプットをアウトプッットトトアウすすることなんですよねあの私の体験とか私のアドバイスを聞くよりも一歩自分で進んだ方がたくさんの景色がね変わったことが見えるんですよねで10歩進むと10歩先の立ち位置から今まで自分が動かなかったところがその原因が見えてくるんですよねだからどん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 進んでいただくともうねベテランにいろいろ聞くよりも実はね自分の体験の方がベテランなんですよ うん、ただまあ、あのー、細かいこととかねどうしても判断つきかねることは相談という形でクエスチョンが来る時があると思いますけども肝心なのは自分がやってみてどう感じたかどういうふうに変化したのかっていうことを自分の肌と自分の目と自分の感覚でですね受け取ることなんですよね。やっぱり、ね、あの本本人人にししかか見えなないい景景色色はああるるんんでですすよよそして本人じゃ気づも その本人じゃ気づかないところを私はね吉田さんの視点からお話しすることはできますけどもそれが直接の行動原理になるかっていうとならないんですよねあの自ら一歩を進んだことが次の一歩を進める最良の方法であるってことに気づくんですよいくら私は吉田さんがね背中をドンと押してもねやっぱ戻ってきたんですよおっととと,とってうからねうんだから例えば動画のやり取りを私の方から持ちかけて YouTube の再生回数増やしましょうとかね YouTube のアップロード本数増やしましょうチャンネル登録を増やしましょうと言ってもやらないから増えないですよねしまいには退場してしまうんですよいや本当に悲しいなと思う中でこの1年間私との動画のやり取りをしてる人は、まあまたいるんですけども残ってる人はいないんですよねこれが実態なんですよ私はいくらでも何人とでもできるんですよでも物にならない人っていうのは私とのマントゥーマンも精一杯になってくるんですよ少なくとも ネットのプロになろうとしている。その中で YouTube で稼ごうとしているのに YouTube の活動本数が少なければそれはまあ勝てないですよね。相当センスがある人で1個やったら再生数なんか1000、5000、1万こんなの乱発できる方だったら可能性があります。でも動画を上げたところでね再生数10とか20とかよく言って100とかこれでしかもたまにしかやらないんだったらまあチャンスはないですよ。よく考えてみてほしいんですよね。 あの普段お勤めになってる仕事週に1回とか週に2回ぐらいしか行かないですかね多分毎日数時間にわたって勤務されてると思うんですよだからこそ自分の興味がない業界に入っても1年3年5年するとそこそこのキャリアがついて先輩とか上司とかっていうふうに呼ばれるようになるんじゃないかなと思うんですよインターネットの世界でも上司部下ありませんけどもさすがにね3年続けている人とか5年稼ぎ続けている人とか 10年近く、それで生計を立ててる人、大したもんだと思いますよ。いろんな辞める原因はあったと思いますけども、そのすべてをクリアしてるわけですからね。これはね、私にとっても同じことが言えるんですよ。このインターネットの活動がなければ、他にできたことはあるんですよ。ただ、他にできたことをやったところで、自分の人生は買い取れません。なぜなら、お金の問題は解決しないからです。解決するにしてもものすごく遅いんですよ。人生が1万年やればいいですよ。でも、人生は100年もないんですよ。 100年もない中でじゃあ最初のまあ、生まれてから20歳ぐらいまでは役に立たないとすればですね20年差し引かれるんですよそしてやっぱりね60から80ぐらいまでこの20年間はのんびりしたいじゃないですかそうなると人生80年という風うに計算しても最初の20年と後の20年は使えないので勝負40年しか勝負する時間はありませんその中でも自分の力をしっかりとね使っていける時っていうのはさらに半分 20年ぐらいじゃないですかね。だからこのコアタイム、人生のコアライフの20年間をどう使っていくかだけなんですよ。その20年のうちの半分、10年間近くを私はこういったインターネットで収益を上げることに使ってきました。おそらくこれからもインターネットから収益を上げることが変わらないでしょう。まあインターネットと一口に言っても私の場合はもうすでにね、投資の世界に入ってきましたので、インターネット活動をガリ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 しなくても、きちんとね、売上入金っていうのは入ってくるようになってきます。その上で、 インターネット活動もこれほどまでに、ね、手を抜いてないわけですよ。投資でお金を回ってるんですよ。でも、YouTube のアップロード本数は全く落ちることがありませんし、それからインターネットその他の専門的活動とかね、それから毎日のように受けるアドバイスに対して返信が遅れることもありません。このぐらいのことをするから専門家であり、このぐらいのことができるから、この世界で生き続けているんですよ。やっぱりね、一息つくなんていうことは、これはね、超上級者になってからすることですよ。一息つくなんてのはね。 自分へのご褒美も持ってるのほかですよね。それは、まず自分で一山できてからやることだと思います。まあ、油断したらね、どんなところからも転落するのがこの世界ですんで、やっぱ油断しないことっていうのは非常に大事なことですよね。じゃあ何をもって油断しないかっていうと、休まないことなんですよ。休むということがもう油断なんですよ。休んじゃダメですね。全く休んじゃダメだと。休んでも大丈夫な立場になったら休めばいいんですけども、それはまだまだ先のことだと思います。特に私でもそう感じているぐらいですから、 私以上に成果が出てない方は、息つく暇もなく、やるべきだと思いますね。飯も食わずに、それから、もう睡眠も取らずに、トイレにも行かずにやる。このぐらいの覚悟が必要なんじゃないですかね。そのぐらいの覚悟があっても、結局はやらないと思いますけどね、えー。ということでね、やらない人、やらない人、やらない人について、今回はパシッと言わせてもらいました。いってらっしゃい。